義師四十七図大岩正門、大石の武器を元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂浪士四十七師の一人、通称は、はじめ玄造、後に世左衛門。遠方五年、赤穂藩浅野市家臣、大石の伏の次男として誕生。母は、織田正守の妹、富山局。幼名は八三郎。兄に、大石の武器がいる。 信清は、国家老、大石義雄の祖,祖父、吉勝の弟、大石新雲の孫にあたり、大石家の分家にあたる。元禄2年12月24日に、父が大阪にて死去し、長男の信豊が300国、次男の信清が150国をそれぞれ継ぎ、馬回り役として仕えた。元禄13年頃に、現像から世財門へ改名している。また、 大石本家の当主、大石義雄と共に、奥村無我に弟子入りして、東軍流剣術を習っている。元禄十四年三月十四日に、主君、浅野長典が、良義仲に人情に及んだ時、信清は、藩主の参勤交代にお教していたため、江戸にあった。三月十四日夜には、第二の使者として、原本時と共に、江戸を立って、阿古へ向かった。 阿光城会場後は兄、信豊と共に、奈良や京都で暮らしていたが、元禄十五年八月の大石の新門返しを機に、兄が脱命したため、兄とは偽絶。九月十九日に、大石義金、正正明と共に、江戸へ下校。江戸到着後は、母方の死を取って、織田権六と変名して、麹町六丁目、吉田金助借屋に入ったが、 まもなく大石義雄の国長三丁目の小山屋借屋に移った。しかし江戸ではだいぶ金に困ったらしく、おじの大石無人に借金をしており、また内入りの小族も無人に作ってもらっている。平手内入りでは、裏門隊に属した。本会後、熊本藩細川家へお預かりとなり、元禄十六年二月四日に、細川家家臣吉田近亭の解釈で切腹した。 去年二十七、主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。法名は派監督検診寺。妻も子もなかったが、津軽大石家の大石長丸の子、両尿が養子に入り、世左衛門信清家の加盟を今日まで残している。なお、切腹前に内入りの小族など遺品をの大石無人に預けており、大石両行が世左衛門家を継承したことにより、 現在は大石神社に収められている。また、所管は兄、大石信置との関係を示す本人による一時資料である。義式命名伝より、勝部誠町1994、日本人的信条の回帰点、中心蔵と日本人、P169 から73。ありがとうございます。